聞いたことがある人いるかもしれませんけれども、読むんですね。1ページの2番のところです。これ、ヨハネの3の16節から、ここでは、21節と書いてるんですけども、ここには21節に書いてありませんけれども、ちょっと読んでみますね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子に御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によってこの世が救われるためである。聖書って素晴らしい書物だと思うんですね。で、読んでると、あ、素晴らしいな、こういうこと書いてる、いろんな理解することによって心が豊かにされた。確かにそういう書物でもあるんですけども、もっと具体的な書物なんですよ。人が自分の人生を本当にどう歩んでいったらいいのか。で、どう歩んでいったら本当に振り返った時に、感謝できるのか。もっと突っ込んでいけば、人が生きるってどういうことなんだ、幸せってどういうことなんだって、もうこれを具体的に書いてあるんです。そして、今日ちょっと聖書をまとめなかったんですけど、まずちょっと、前に申し上げた、聖書は分厚いですよね。申し上げたように、全部で新約、旧約、両方で66巻もあるんですよ。しかも、歴史家、またカタカナのいろんな名前があったり、そして宗教的な儀式にこうやって書いてるからなかなか難しい。子供たちの言う時にはね、旧約は39巻で新約は27巻なんですよ。でこれはどう覚えたらいいか、39、39と覚えてもいいんですけど、神様お手紙ありがとうって言うんですよ。でこの間ね、それを教えてたらね、君ありがとうって何って、あれ、サンキューって言うでしょ、サンキューなんて言われて、ちょっとサンキューじゃないなって笑ったんですけども、日本語的に言ったら、ありがとうはサンキューだから、いわゆる39なんです。そしてその 3×9 はいくらなんですか、27なんですよ。これが新約なんです。だから、神様のお手紙ありがとうというふうに覚えれば、そうだ、旧約聖書は39か。3×9=27、これが新約聖書、両方で66巻なんですね。で、なぜ神様はそういうものを与えたかというと、少し人間の存在を根本的に考えてみたいんですけども、まず私たちが生きるためには居場所が必要ですよね。例えばそれは仕事場であっても、家庭であっても、いろんなことがあって、移動しなきゃいけなくても、いずれにしても居場所があるということは人間生きることですね。でも最高の居場所があったとしたとしても、もう一つ絆がないと人間は豊かにならないんですね。何かというと孤独だったらダメなんですよ。人間本来、哲学者になれば人がいくらいたってことも、そういう孤独の部分を持ってるんですよね。それにしても生きられないんですね。だからこんなこと言いますね。周りに人がいっぱいいてもやかましいぐらい、一人になりたいと思うぐらい周りに人がいっぱいいても孤独な人は孤独なんですよ。でもある事情があって、どこか山の奥とか、誰もいないところに一人でいても孤独じゃないと思うんです。それやっぱり絆があるからなんですね。そして聖書は言うんですよ。皆さん一人一人が神様によって作られて、神様に愛されて、この神様との絆を結ぶということは幸せなんだと書いてあるんです。だから手紙をくださったんです。手紙、最近ね、もうインターネットが激しすぎて 手紙出さなくなるけどね。でも私なんか大切な手紙あったら、例えば毎日読むことはないけれども、やっぱり思い出したら読みますよね。読んだらやっぱり心に
から、ここに書いてるこのヨハネ3の16は、ある人はね、いや、じゃあ絆いいですか、抜けダメですか。でも、あまりにも量が多いと。まあ、39巻と27巻。で、それを凝縮して、凝縮して分かりやすいように、もう全部読んだ方がいい、分かるけども、凝縮して、凝縮して、分かりやすいようにまとめたらどうなるのか、それを一番表している聖句でありますかと聞いたときに、これが出たんです。つまり、神様が手紙として伝えたいろんなことを書いてる、まあ、どの場所も大切なんだけど、その中心になるのがこれなんです。で、これを受け取るときに、神様との絆が豊かに回復するんです。まあ、我々は厳しい形した、アダムさんとエヴァさんが作られているんですけども、罪を犯す結果としてエデンの園から追放された。これはエデンの園って場所素晴らしいでしょ。だってもうどうですかね、足りないものがなかったんですよ。あふれてて、そして今ちょっと難しい言い方したら、無意可能に作られて居場所を与えられた。で、7日目に絆を結んだんです。これは安息日ですね。まあ、神様が休んだとか言うと、あの人って休むのが違いますよね。皆さん、お仕事したり、いろんなことを思うに休むということは、他に何かをするために休むためじゃないですか。もう、例えば仕事人間だったら仕事を大切する。でも、今日は、例えば、今日は私の大切な人と出会うから、これ、休むということが使うんだけど、あ、休みましょうね、もう何もないと、こういうんじゃないですか。何かを、この大切なことみたいな、一番大切なのは居場所があって生きること、仕事も大切、でもそれ以上に大切なことがあって休んだかった。あ、6日間の仕事したら疲れたな、一日休むんじゃないですか。神様休むしないです。私たちと絆を結ぶためだったんです。ちょっと難しい言い方、神様と対峙できたんですよ。人間って心と心を本当に結ぶ、対峙する人はいないと孤独なんですよ。いろんな人がいますよね、まだね。なんか極悪非の人がいるわけじゃない。でも、そう、本当に神様、栄光の神様、作り主、はるかでも考えられない。その方が休まれたんですよ。ああ、疲れた、疲れてないんですよ。私たちと出会うために時間を。そしてそこで安息日があった。でも罪を犯した結果2つ失っているんですよ。居場所、一番居場所。でもそれでも神様は居場所を失ったんだけども、まあ全部失わないで少し地球に残れたところが残っている居場所なんです。本当にこの居場所はずっと素晴らしいんですよ。でももっと大切なものを失ったじゃないですか。神様の絆なんです。だから、対人間も大切だけど、愛の神様、私たちを作られた神様、この神様との絆を失ったというで、人間、気づいてる人も気づいてない人もいても孤独なんですよ。そこに神様という人を、愛の神様、私たちの作り主、お父さんと呼ぶんですけど、その方に入ってもらうときに人間は、あ、よかったと思う。そのことをこれ一番書いてあるんですね。そして少し説明しましょうね、せっかくですからね。ですから、ヨハネ3の16の出発点は何ですか？神の側なんです。人間の側からもいけないんですよ。罪深い、届かない。エデンの園から追放された。まあ、居場所を残された。で、神様とまっすぐ顔と顔で絆が対峙して結ぶこと。でも神様の方から手を伸ばしたんです。どうしたんでしょう。神はその一人子である、これはイエス様です。救い主です。まあ、さっきクリスマスの賛美歌いましたね。救い主であるイエス様を賜ったほどにって言ってますね。ここが今日のポイントです。二つ意味があります。御子であるイエスを賜る、まあ、この全部通用の尊い方なんですよ。その人を賜るほどに
愛して愛するなんていう罪がありますね。この方法には二つ意味があります。一つは神が先ほどいかにも限りない愛を持っているのか、私たちのことが大好きで愛してありのまま受け取ってくれるのか、これは一つですね。でもそうされないとダメなんです。繰り返します。6日目に居場所を与えられて、7日目休んで私たちと対峙して私たちとの絆を超えた、これが人間にとって一番失われた最大となるんです。だから言いましたね、あの 山の中で誰もいなくてもその絆だったら子供いないじゃないですか。だから我々はこの神はその一人を賜った、つまり救い主を与えたんだ。イエスは皆さん方一人一人の救い主になる、まあ、当たり前の十字架がありますように、私たちの罪のために身代わりになって、すべての暗闇に罪を負ってくださった。だから私たちの持っている罪はイエスのところに移されたって。そのイエスが身代わりになることによって私たちは許された。ここに二つとある。そうされないと私たちは許されないし、孤独から解放されない。でももう一つはそれは心からイエスが愛でやりなさっているところ、ことには二つの意味があります。神はその一人子を賜った。一人子ですね、一人子を賜らないと、イエスが私たちのために亡くならないと、我々は救われないんですよ。でもそのイエスがどういう方かと分かったために愛の方だからですよ。なんかもう厳しくて、あの人たちが罪を犯してる。どうしようもないやつ。何をする仕方がないから、信じられるから、そこは待てないんですね。本当に私たちの心を受け取って、まあ私よく言うんですけど、まあ、イエスも誕生しましたね、2000年前ね、別で。馬小屋ですよ。そして、30年間、ナザレというところで生活したんですね。で、これは、多分女性、女の子が2人、男の子は4人以上、まあ、複数で数、6人の兄弟がいたと。でなかなか聖書は難しいんですけど、まあ、マリアさんがそれから6人の子供だと書いてないので、多分連れ子であったと。そして、あのヨセフさんもね、で、あの大工さんじゃないけど、日本もなんか家を建てるというよりも、むしろ各職人程度です。そういうところで、でナザレという町はほとんどもう知らない町なんですよ。あのややこしい言い方したら、ナザレという町はイエスが生活した町だということで知られるだけで、その町そのものにはもう誰も知らないわけです。例えばあの私の出身地も今は今治市になってるから造船の町だ、タオルの町だとか で言うんですけど、もともとはおちんの孫が阿賀田店というところなんですよ。これは分からない、その程度の場所だったんですよ。でそこで30年間どうしたんですか。手抜きしないで私たちの傍らにいたいと願ったんです。あの身代わりになるのはもうそれがないと救われないんですね。でも誰か困ってもあの誰か身代わりがないと救われないですね。まあ私の身に行くとしますよね。でパッと来てじゃあ君救ってやろうと、まあ、例えば法律的には例えば日本の最高裁であそこかじゃあ二宮はどうしようもない救い手だったけど、まあ、この人が身代わりになったから許すということはできても心を動かないと救いじゃないんです。心を動かないと孤独から解放されるんです。つまりここで絆が結ばれない。だからイエスは私たちの傍らに立って私たちを本当に心から受け入れ理解するために30年使っているんです。で、公に生涯が3年半とかだったんです。だから3年半の仕事のために準備が30年なんです。人を救ってそうですよね。皆さんもなんか大切な言葉を言うときに、ああ、出てくるわーなんてことじゃないですね。あ、この、例えば、あの、まあ、厳粛するかもしれませんけど、まあ、ここにホスピスありますよね。でそれを聞いて私が行くときにね、ああ、まあいいじゃないかって、人でそういうことできますよね。ずっと考えてますよね。どういうことが言うんだろうか。あ、こういう状況なんだ。あ、そう。
ところなんですね。だからこの誇りというのはまず2つあるということです。1つは限りない愛の方です。私たちの傍らに立ってくださる方です。そして私たちの心を受け取りたいと願っている方です。でもこのイエスが身代わりにならなかったら私たちは救われるんですよ。同時にやってるんじゃん。傷なんかを向こうにやってても苦いってことがあるけども、それでは救い完成しないんですよ。やっぱり私たちはイエスとの絆だから、ここで続けて読んでみますと、まあ、神はその一人を賜ったことに、なんかこの世と書いてます。この世という場合はそのままなんです。元気な時もあれば沈んでる時もあれば、まっすぐ歩んでる時もあれば、倒れる時もあれば、まあ、憎む時もあれば、愛する時もあれば、もう神なんかどうでもいいと思う時もあれば、もうそのままなんです。で、出発なんですけど、この世を愛したって、ちょっと難しいけど、そういう罪深いものを全部認めて、いいよと言ってるじゃないですか。愛したということです。例えば、皆さん、子供さんがいらっしゃるとして、まあ、順調だったりとか、いろんな問題で悩んだり、また例えば道を外れたときに、最初どうしますか？それ結果的には何をやってんだって言うかもしれないけど、それ愛するから入ってるでしょ。そうですよね。だから、愛してなかったらほっとけばいいじゃないですか。言ってないみたいなんですけど。だから、まず神様の愛するから入ってくださるんですよ。人間を愛する中に条件をつけたり、いろんなことするから愛が届かないとかいろいろ思っちゃうんですよ。でもイエスはまずこの世を、今いる皆さん方のありのままを愛したんです。でそこで必要なことが出てくるわけです。神はその一人を賜ったことですから、繰り返します。イエスの十字架、イエスが身代わりになって私たちの罪を負わなきゃ私たちは救われない。でもその行為を愛と思ってやったから、孤独の私たちはですね、イエスとの絆を結べる。なぜかったら、30年も使って私たちの思いを捉えて、この世を傍らにいてます。人を愛する出発点は何ですか？その人と同じようになるということです。他の聖句でどこがいいんですよ。彼は罪を犯さなかった。イエス、私たちの身代わりになって私たちを救うための条件は罪を犯さないんです。だからイエスが罪を犯しちゃったら同じでしょ、私たち。でもイエスという方は罪を犯さないで神の前で歩みする。そのイエスが私たちの罪を負ってくださったら私たちを許せる。これでも十分なんです。こういうさっき言ったように、私がもう一人罪人で、こっちの人はもう素晴らしい人でね、私の罪を負ったら落ちてくるんですね。でも聖書はね、イエスが罪を犯さなかったがんなんです。がんということなんですが、もっと大切なことがあるという。だから子供両方大切だけど、どっちが大切かというと、イエスが身代わりにならないと救われないということは、これなしに救われないから、これ以上大切なことはないけど、もう一つそれを超えたら大切なことがあると言っているんですよ。それは、傍らを見て私たちのためにイエスが本当に私たちを理解し、そのままありのままを受け入れる。だから彼は罪を犯さなかったけれども、次こう書いてあるんですよ。私たちと同じように試練に遭われたので、試練の中にあるものを助けられたと言うんですよ。つまり30年使ったわけですよ。別れの名前を生まれたんです。ナザレから何の生き物が出ようかと書いてるんですよ。そこで、兄弟の僕にたくさんいるのがバレてるじゃないですか。貧しさが極めたと思うんですよ。そういう中で生活して30年も足りるんですよ。0歳から1歳ってどういうことですか？助けてもらわないと生きられないでしょ。でもそれ十分じゃないですか、1歳から1歳。手抜きしてないんですよ。0歳から1歳、つまりありのままはありのままなんですよ。私たちのありままというときに、やこしくないけど、私たちは喜んだり悲しんだりいろいろありますよね。でも、自分の悲しみに関しても、自分の孤独に関しても、よく分かっているようで、いろんな出来事ないと
きはできるけど心まで届かないと足りない。試練に遭われたから試練の中にあるものを助けることができる。だから答えたらいいですよ。はばかることになる。時期を経た助けを得た恵みに預かって近づけると言ってます。だから神様は瞬発点ほどには二つの意味がある。このまま愛したから私たちは近づいていけるということです。この近づいていくのは神様の信仰なんです。だからそう考えた時に戻りますけれども、神はその一人を賜ったことにこの世を愛してください。次です。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得たことだ。ここまでしたんですけど、じゃあ滅びて何ですかって言ったら、滅びて何ですか、神から離れた罪を犯した、そして神様との絆が切れてるわけです。でその象徴が何かって死なんですよ。実は最初人間は最後終わりがあると言ってるんですよ。絆が遠いよと言ってるんです。ちょっと厳しい言い方になりますけど、ある人は、人は全て契機の定まってない死刑囚なんですね。必ず死刑囚なんです。でそこで絆が切りますね。私今ここに来てから極別期をたくさんやったんですけど、まあそれは80、90長く聞いておられたら本当に、素晴らしい人生だっていうこともあるんですけども、それでもせっかく君がお一生懸命結んできたのに最後は人間は別れになるんです。いやそれはもうこれですよ。だって人間が一番大きなことを感じるのはどうですか。それは仕事に失敗した時もそうですよ。でも本当に大切な人を失ってくるんですよ。だからそういうふうに人間は作られたくないんですよ。だからそう考えるときにここで言うのは人にも滅びないでというのは、ちゃんと最終的に居場所と豊かな絆が与えられるって。これは何かといったら、アダムさんが作られた時に6日目行くんでしょ。これ最高の場所でしょ。失ったでしょ。それが解放されるのすべなんですよ。でも居場所だけじゃダメでしょ。神様との絆、そして愛する者との絆、これが見事なんですよ。聖書に救いとなく天国は水晶の中から純金の踊り、真珠の門、いろんなものがあって、まあ、それおいしいもの、まあ、それこそいいんですよ。そのまま歩けるでしょ。まあね、時代じゃないですけど、ここは見てたら諦めてるかもしれないので、見てみる俺らっていうことになるかもしれないけど、神はその一人を賜ったほどにほどです。これないとダメです。愛の深さと、そうしないと救われない。今度はありのままです。愛し、そのために生まれてくださった、経験してきた。それは御子を信じる者は一人もほどにない。だって人間最後孤独でしょう。本当にきついから言いますが、死だけは避けられないんですよ。なんか先入があってね。死と税金は避けようがない。税金避ける人はいるんだけどね。もうそうなんですよ。どんなこと？最後、死だけは変わってもらえないんですよ。排除するしかないんですよ。死を見られた時に人間は孤独ですよ。でもイエスを信じた時に解放でしたね。場所もエデンの園のような天国が与えられて、そして神様との関係が与えられて、だから、クリスチャンは死を覚えられるそういうことなんですよ。深刻化と我慢すると救ってもらうとじゃないんですよ。死を超えて絆と居場所を持っているからなんですね。だからそう考えたときに、戻りますね、それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ぜひこのイエスの言葉をですね、来週は今の後半と先ほど言った3番に入りたいと思ってますので、お願いしたいと思います。
神様がこうして、特にヨハネによる福音書3章16節学ぶことができましたことを感謝いたします。本当にあなたと出会って、あなたの愛によって支えられて、また御子イエスキリスト救い主を信じることによって、御国へと本当に私たち一人一人が回復されて、居場所の君の本当に素晴らしいところへと導いてくださる神様、しっかりと受け取ることができますように助けてください。一人一人が本当に、あなたとの出会いの中で、自分の人生を振り返った時に良かったと、今のあなたとでも本当に祈る人生であると、このヨハネその授業を通して受け取っていくことができますように助けてください。イエス様の名前を通して感謝してお願いいたします。アーメン。